安子登城、または、阿古ヶ島城は、福島県郡山市熱海町安子島麻南町にあった日本の城。現在は、建物はなく、城石のみ残る。安子登城は、鎌倉時代から戦国時代まで、道の区国朝霞郡に栄えた国人領主、朝霞海東市の所流阿古ヶ島市の居城として築城され、同志が代々、城主を務めた。室町時代には、 鎌倉久保、足利光兼より派遣された笹川御所、足利光忠に従い、室町幕府法の京都府地州伊達氏らの勢力と、対峙した阿古賀島遊戯など、鎌倉府法ともなった。戦国時代に阿古賀島氏が欧州官令に本松氏に随身し、安子東江門大部の代までその参加にあったが、二本松義継が伊達政宗に打たれると、 アイズの有力黒人黒川城主、足名義博に随心した。しかし、伊達政宗が、足名氏シ島に乗り出し、朝霞軍の諸勢力ことごとく、伊達方に寝返る中、安子東城を預かるアコ島雄田方だ一人が義を、おもんじ、アシ方についた。しかし、集荷的せず、伊達勢の圧倒的な兵力の前に、安子東勢は戦わずして降伏し、年上の、 署名と引き換えに会場、安子島一族が道場から逃れ、安子島城も廃場となった。万越祭泉ヶ島駅近くの藍津若松駅寄りの線路北川の道路脇に城石の石踏みが建てられており、かつては付近に堀も残っていたが、現在は埋没し、地形にその痕跡を残すのみである。1992年から翌年にかけて発掘調査が行われ、 堀や建物跡等の遺構や中世の遺物が出土した。ありがとうございます。